の木儀。こんにちは、昭和住宅の田中です。今日は11月公開予定の加古川センターコートのモデルハウスを先行で少しだけご紹介させていただきます。それでは中の方を見ていきましょう。こちらがシューズインクローゼットになってます。ガスが来られた時に、見えないようにこのように扉がついています。中はこんな風になっています。どうでしょうか。かなり広いシューズインクローゼットになっています。このように棚の高さを自由に調整できるようになっていますので、まあ、下の方を開ければゴルフバッグだったり傘だったりいろんなものを置くことができます。また靴のサイズに合わせて棚の高さを調整できます。はい。そしてこちらがリビングになっていますけども、ここの玄関の特徴は何といってもこのチェッカーガラスの黒のフレームのかっこいいリビングドア入り口なんですけども、このように広いんですけども、ここを開けるとリビングと一体につながります。じゃーん、こういう感じになります。広いですね。玄関も広いですし、リビングとも広いので両方つながった感じになります。で、こちらをご案内したいところですけども、今日はまず洗面所の方をご案内します。はい、こちらが洗面所になります。非常に大きな洗面台と、こちらにはトイレがございます。おしゃれなトイレですね。収納なんかもついてます。で、このように一旦玄関、リビングの空間から扉で仕切られたところにトイレがあるので、音、その他気を使うことなく使えることができると思います。そしてここは、収納もちゃんとあります。洗面所の収納ですんで、タオルとか肌着とか、ちょっとした洗剤とか収納することができます。洗面台なんですけども、はい、このように収納がたくさん、ここにも収納がついてます。収納があります。ここちゃんと壁に当たっても大丈夫なように気配りがされています。はい、ではこちら見てみましょう。ここは脱衣所兼ランドリールームになっています。今流行りの洗面所と脱衣所を分けて、誰かがお風呂に入っている間も洗面所は使えますという、こういう設計になっています。ランドリールームということで、どうやって物を干すのかというところなんですが、こちらにこういうものがあります。これを引っ張るとワイヤーが出てきてロックができます。これでハンガーがかけられます。普段からずっとここに棒があると非常にちょっと鬱陶しい感じになるんですけども、このように使う時だけワイヤーを引っ張れば、比較的、スムーズにすぐに使えますし、普段は広く使えるというのがメリットです。そしてもう一つ、部屋干しファンというのがついてます。ここから風がバーッと出るんですけども、ここに洗濯物を干してこの風で乾かすって、こういうことができるようになってます。それではファミリークローゼットを見ていきたいと思いますが、その前にちょっとおさらいをしたいと思います。まず、玄関から入ってきて、そのまま洗面所にすぐ入れます。そしてここで手を洗ってファミリークローゼットを抜けてリビングへ入れると、こういう設計になってます。はい、そしてここがファミリークローゼットということで、場所はですね、さっきのランドリールームと近くにありますので、ランドリールームで干したものをそのままここにかけて収納することもできますし、
まあ、帰宅後手を洗ってコートなんかをここに収納してリビングの方に入ることもできますし、まあ、いろんな使い方ができます。またここを通ってコートを着てお出かけされるなんていうふうに、ここは通り抜けができるというのは非常に、まあ、メリットになるかと思います。ちょっとしたこの収納がありますのでね、小物やカバン、バッグ、アイテムなんかを収納することができます。それではこちらに行ってみましょう。はい、まだリビングではありません。ここはパントリールームです。キッチンの横になりますので、まあ奥様がよく使われるようなものであったりとか、キッチン関係の小物もしくは乾物とか、あらゆるものをここにざっと並べて収納することができます。かなり容量がありますのでね、これも便利かと思います。また高さも変えられます。で、いよいよこちらがキッチン、そしてダイニング、リビングということになるんですが、ここから先は実物でご覧いただきたいと思います。概要欄に来場予約の URL を貼っていますので、ぜひ見学しに来てください。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録をお願いします。おまけ。